座標平面上で X 軸の正の部分を視線にとる次の角の動径は大何小限にありますかと、いろいろと言葉が出てきますけども、視線前はスタートの線ってことね。でから、動径は一体大何小限にありますか。小限っていうのは、ちょっと書きますね。よいしょ。よいしょ。ではここがスタート地点だよな。この X 軸の正の部分、ここをスタートにしてこうぐるーっとこう角度を回転させていくんやけど、第一小限がここ。ここが第二小限。でまあ、ここは第三小限。ここ第四小限。っていう風に呼びます。どこで止まるかってことよね。ということで、めちゃ簡単ですやん言うてね。まず1番いきましょうか。1番は単位変わって書いてあげましょう。だから、6分の 5π でしょ。6分のってことはこう6等分してるわけよ。この π までよ。1,2,3,4,5,6 と。そういうことよね。6等分すんねん。そのままちょっと伸ばすよ。6等分ってあれやで。2π を6等分ちゃうで。π を、要は0から180まで。こっからここまでを6等分したっていうやり方な。で、6分の 5π でしたっけ今ね。ってことはこの6等分したやつのうちの、6個目や。用意スタートで 1,2,3,4,5 はい、ここや。ってことはこれは第2小限ですね。はい。なんて書きます？第何小限にありますか？やからもう第2小限って書きましょうか。ま、2だけでいい？まあまあ、いや、ちゃんと書くか。第2小限って書いておきましょうか。はい、次2番いきます。2番は、3分の 11π でしょ。はい、2番よいしょ。これ3分のってことは0から π までを3等分やん。今度3等分ってことはこんな感じですかね。よいしょよいしょ。これで 1,2,3 等分になってるでしょ。ちょっとこのまま延長線書いておきますね。 こっちも言えば3等分や。 1,2,3 で、何ぼやった？ 3 分の11かということは、ここから始まって、よーい、スタートで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 やねんから、ここやろ。ってことは、このエリアは第4小限ですね。はい。第4小限。もうほんまこれだけの話。よいしょ。はい、その次3番いきまーす。3番下にちょっと書きましょうか。下スペースある？あるある。3番。6分の20、あ、6分のや、さっきと一緒やん。1番と同じ、6分のな。ね、25もいかなかったのか。OK, OK. こうなってまして、6分のやから6等分な。1,2,3。4,5,6 ってことや。はい、こういう状態な。ちょっと延長線変えておきますけども。よいしょ、こうね。さあ、6分の25でしたっけ？ですね。25です。用意スタートしてから、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25。はい、ここです。これね。ってことは、第一小限っていうことですね。第一小限。小限。はい、ラストいきます。ラストはさっきちらっと見てましたけど、マイナスですね。まあ、ちょっと待ってな。単位まず書かせてもらっていい？はい。これで、何分のですか今度は。4分のやね。マイナス4分の3。ああ、4分の3やって。ラッキー、めっちゃ少ないやん。4分のってことは、こんな感じやね。ちょうどね。スパーン、スパーンって、こうなってます。これね。これ4等分でしょ。1、2、3、4等分ね。で、それのマイナスやから、逆やで、ね。な。こっちちゃうで。逆方向にマイナス4分の1、2、3だからここや。ってことでーす。ほな、これで、決まりましたね。ここ第3小限ですね。1、2、3の場所やから。はい。第3小限。よいしょ。ということでした。終わってしまいました。いいね。1番、2番、3番、4番。一応全部1、2、3、4出たんやね。全部ね。はい、終わり。